でです。す。の送りしていま1分間豊く、今日も日曜日、コーヒー飲みながら、今日は買い物行く前の3時20分ですね、収録を終えてから4時かな、まだ暑いですね、今日も情熱笠さんの昨日の動画はですね、なかなかコメントが難しいですけど、 えー、頑張って <laughs> コメントしていきたいと思いますまずは後です、えー、農家と農の編集でお送りしています一分間委託。今日もジョネス草さんにょのニュースのトラガーから日本共産党カウントダウン、うんこのうんえー、と民主的な党首選定を求めた、えー、言論を流に功労者たちを大量粛清

えー、共産党の,その、えー、民,主民主集中制ですかね、なんかそういう、えー、党首選にしても、今回、自民党の、えー、党首選が,、まあえー、が結構10人,10人以上かな、えーえー、応募してますね。 えー、麻生派はこの太郎さんということで、まあ、筋を通すと麻生さんがそう言ってみたいで、えー、麻生さんは本木さんを押さないということで、まあ、いろいろこの、えー、にわかにこの、えー、マスコミ、えー、この話題ですね、えー、まあ立憲民主党もこの、えー、自民党もこの代表選、えーまあ、この国会議員かな、まあ、組織が大きいので20名以上、えー、推薦人かなそういうのがないとなかなか 代表選に手を挙げることはできませんけど、まあ国会議員が多いですねと、えー、ころでしたら、あまあ今は国会議員とこの党員かなあとサポートそのちょっと詳しくはわからないですけど、だいたいこの、えー、自民党と。 民主党ですね、代表選挙。あと公明党とか他の政党、共産党も、まあそういう、えー、党首選ですね、えー、まあオープンな党首選が本当、誰しもあのあの共産党員でも公明党さんでも <coughs>、誰しも思うことですけど、そういう,う意見のある方々、特に共産党の場合は多くの,この、えー、まあ。 功績いろいろ共産党に対して本当に、えー、十分な貢献した方々がそういう,う、えーまあ、お開かれたあ党首選ですねがあそ,うそういうことを、まあ、結局、えー、執行部の批判に当たるんですかね、えー、そういうことで名今回この、まあ、福岡の福岡県ですかね福岡県の共産党の,この委員会ですかね えー、マンゴーかんでこのか <laughs> すいませんえー、まあこの大変ですね専従職員ですけど上谷さんですね、えー、もうし職をう失って除籍されて今まで一生懸命こね、えー、共産党に尽くしてきたのに、えー、少し考えが違うだけでえー まあ、ありえない普通の一般私の市民感覚では、えー、あ,りえありえないことですよね。まあ、いろいろこの違う意見、えー、知ったあれですね。えーこのまあ、自由で開かれたそういうですね、公でそういうことでべ、えー、てが全員が、えー、100%一致した考えというのはありえないですよね、えー。それぞれ生まれも育ちも性格も違いますので、いろいろとそういう。 大体こまあ、この基本的なことはあれですけど、えー、そ,れそれぞれ、まあ、党規約があると思いますけど、まあ、それぞれ、えー、党にもこの懲戒懲戒罰かないろいろ懲罰かな懲罰委員会かなどちらでも何かあると思いますけど、まあ、私も詳しく分かりませんけど公党、えー、ですね公の公党ですので、えー、なかなか厳しいですけど、えー、ネット上で。 同じ、えー、この共産党を支持する中共産、えー、党に賛成な方でもいろいろな批判が上がっていますね。えーえー、このまあ執行部を批判しただけで、えー、そういう厳しいこの、うん、かなという思いがしますけど、えー、なかなかあのどうしても常ョさんの方の えーまあ、ニュースですね、えー、なかなか私もそう,そういう、えーまあ、共,共産党に詳しいあれでありませんので、えー、この今回、えー、なかなか、えーあれですね、一般的な常識化して、えー、少し、えー、みんなあのひ引きますよね、えーまあ、し集中民主制ですか、ね、民主義制ですかね、ちょっと。あの 私たちにとってはちょっと、まあ、あれですねイメージが、まあ、実際そうですよねソ連の共産党そしてこの中国の共産党そういう世界の共産党の祝福とは全く同じですねもうどうしてもこの共産党とでいえば それのそういう独裁ですね。デーニスターリン、そして、中、え、国、ー、の共産党は全くも一党独裁ですよね。えー、そういうのが本当に、えー、まあ、政治活動の自由はありますけど、えー、なかなかそういう体制、そういう,う体質は、相、えー、受けれないものですね。えー、本当に、えー、かな。 えー、その意見の違う人もあ、えー、まあ情ネさんも言ってましたけどこの排除排除かな排除排除排除のまあそういうことで、えーまあ、共産党はこのもう先がないですね、えー、この党員も高齢化そして、えー、赤頭との部数もこの減少していますので、えー、共産党だけかなこの公費この、うん、政党助成金を受けてない政党共産党のみかな、えー、そういう。 まあ税金も自分たちで自前ということで、えー、完全に生徒女性金かなあれ受け取ってないでと思いますけどはい、えー、そういうことで、えー、共産党には未来がないですねはい、えー、情熱かささんにミスのトランカオクラ共産党関東だ、えー、民主的な党首選定を求めた言論 ををに厚労者たちを大量粛清、えー、立憲民主党左派は見て不妊、えー、漫画評論家で先住職員の神対、えー、この高行氏かなが除籍解雇ということでまああれですね、えー、ちょっと余談ですけど、えー、イギリスの、まあ、イギリスは労働党保守党がありますけどもともと労働党はそういう前かな 14年前かな、プレー首相はだいぶ、うん、貢献したいの今回は、うん、この左派を切り捨ててとていうことで政権奪回してますね。えー、なかなかこういう、うん、左いうのはあなかなか合わないですね。中道そういう、うんえー、ちょっと <laughs> 外れますけど、えーえー <coughs>、自民党の総裁、立憲民主党の総裁。 どんな価値受けますね。まあ、そういう中で、共産党のこの、えー、ジョネさんの <laughs> ウォッチングでした。えー、なかなか、えー、コメントがあれですね。えー、私はこのち知識ではあまりで,ですけど、えー、引き続き、ジョネつくさチャンネルのニュースのトラガーをウォッチングしていきたいと思います。えー、マスタトです。えー、なかなか <laughs>、レポート <laughs>、はい、えー、どんな、えー、 情熱かさチャンネルのニュースのトラガーを大学の障害学習の講座として、えー、なかなか、えー、レポートの提出が難しいですけど、えー、3時って赤 <laughs> 点ですね赤点、まあ、ってというかなかなかあれですね、えー、ということで <laughs> 今日のレポート提出を終わ,終わりたいと思いますちょっとそういう えー、コンテンツでしています、えー。マスターとです。HKZ、えー、ジョネツクサチャンネルのニュースのトロガをチェックしていきたいと思います。えー、マスターとのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また、書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いいたします。えー、次回の、えー、1分間、ユータクでお会いいたしましょう。えー、マスターでした仕シェアゲンレッツパシャンプリズ、シャラム、シャラム、シャラム、